皆さん、まあ、こんばんは。こんばんはじゃない、こんにちはだ。青木かのんです。元男の子、ごめんなさい、久しぶりの動画なのにすっごいお酒に酔っちゃったまま動画撮ってます。今日は第3回のご飯会の告知動画になります。おかげさまで、皆さんに支えられて第3回を迎えることができました。本当にありがとうございます。ちょっとやばいな、大丈夫かな。今回この動画では集合時間とかいろいろ詳細を告知するので、来る方は最後まで見てってください。お願いします。読み上げます。あー、すごい、なんか汗かいた。ちょっと待ってね。はー、暑い。ほんとほぼノーカットだと思うので、読みます。やばい。第3回青木かのんご飯会、日時は7月24日来月です。お昼の2時、お昼の2時、場所は天太郎上のアメ横店、貸し切りでございます。貸し切りでご飯会やりますので、私たちだけでワイワイ盛り上がれると思いますので。集合場所ですが、 JR 上野駅広小路口から出てすぐ目の前にある翼の像前に1時30分に待ち合わせです。1時30分に待ち合わせした後、私と皆さんで上野天太郎店に歩いて向かいますので、集合時間間に合わない方、なるべく早めに間に合うように来てください。かかる費用代ですが、飲食代2500円、そして会費です、1500円です。前回と同様です。そして参加希望の方は、私が所属する事務所画面下にメールアドレスありますので、そちらまでメールをお願いします。その際は氏名と、その日当日参加される人数をお書きの上メールを送信してください。お願いします。すごい楽しみなんですよね。もう来てくれた方同士でも仲良くなってるし、比較的来る方年齢層結構高めで、すごい落ち着いた感じのご飯会なので、大勢でいる中ちょっとワイワイするの苦手だなっていう方でも全然来て楽しめると思います。あ、全然言葉も合ってない。すごい楽しい会なので。あとね、女性の方も来たり、あと私と同じように MTF トランスジェンダーの方もいらっしゃったりして、いろんな方がいて、すごい本当に私も楽しまさせていただいてる会なので、青木かのんご飯会第3回になります。ぜひ皆さん来て一緒にお友達になりましょう。この後流す動画は、前回ご飯会に第2回ですね、来ていただいた方の一部顔を出して OK だよという方たちを動画にさせていただいたので、最後それを見ながら、今回の動画はお別れしたいと思います。ということで、青木かのんご飯会、今回第3回目、ぜひぜひ皆様のご参加をお待ちしております。来てね。来てくれないと
寂しいよ。そんなにあのギャーギャー騒ぐようなそんな回ではないので、本当に私と同じように人見知りみたいな方もご安心してご参加ください。あの未成年の方も全然来れますので、2500円が飲食代で、ソフトドリンク飲み放題の鍋とか、おつまみとか唐揚げとかもいろいろ天太郎さんがご用意してくださってるので、すごい私も欲しい、美味しく食べた記憶しかなくて、本当に天太郎さんには感謝しておりますので、はい、ごめんなさい、酔っ払いの動画になります。皆さんご参加お待ちしております。画面下に参加希望のメールから送ってください。コメントやツイッターのリプライとかで参加しますは受付対象になってないので、本当にお点数おかけしちゃってすいませんが、私の所属事務所の方までメールをお願いします。担当の方がいらっしゃいますので、参加人数と名前を書いた上で送信をお願いします。バイバイ。じゃあねー。酔っ払い、バイバイ。酔っ払い、バイバイ。